イタリアのフランチェスカ・ピチニーニ、20歳のエースが挑んでいきます。180センチ76キロ、ピチニーニ、さあどうだ、銃弾成功した、成功しました。おっと最後も危ないような体勢となりました。バランスをわずかに崩し加減、しかし見事になんとか成功しております。銃弾、イタリアのセッター、イタリアの司令塔カッチャトーリ、さあ銃弾1メートル76センチはどうだ、さあ銃弾1メートル76センチはどうだ、バンバン、これはどうだ、かなり最後はギリギリのところでした。足を揃えて惜しくも体の一部が飛び箱に接触、イタリアの美人セッターカッチャトーリここで脱落、記録9段、失格、残念だった、ピカート、怒ってるのよ冗談。超人集団キューバからユミル・カルイザ21歳の登場、1メートル76センチ、銃弾おそらく余裕でしょう。さあルイザ高い、おっと危ない、おっと危なかった。世界屈指のレフティー、サウスポーのレイラ・バロス、さあバロス銃弾1メートル76センチはどうだ、クリア、これは高さがありました、綺麗にクリアしていきました、クリア、これは高さがありました、綺麗にクリアしていきました。人気実力いずれをとってもワールドクラス、女子バレーボール界を代表する世界のスーパースター、ブラジルのバロス、その勝ち気な性格はモンスターボックス挑戦においても武器となるか、どうにか10段1メートル76センチをクリア。春日部競泳高校から伊藤洋華堂、さあ鈴木宏美どうだ、この跳躍は、おっと乗り上げた、鈴木宏美失敗、鈴木が脱落してしまった。さあつくもが挑んでいく、どうだ、助走スピードを乗せる、見事にクリア、これは綺麗なフォームでクリアしていきました。つくも宏子エースとして活躍しております大垣郁美、さあどうだ、10段はおっと最後、最後はかなり危なかった、これは成功、これは OK、 大丈夫、今のは成功ということになりました。難しかったですか、本当もっと飛べると思うんですけど気持ちが弱いですね本当になんかそこ進んでまで行くとうわーっと思っちゃうから。Pois é, né? Acho que agora eu perdi o medo e mais pela sua força, né? Você tá torcendo por mim, eu tô achando que tem muita torcida aqui pro Brasil, acho que vai dar certo. ほとんどの選手の身長を上回りました。1メートル86センチ11段、イタリアのフランチェスカ・ピチニーニ、さあ11段どうだ、おーっと乗り上げた、失敗です、ピチニーニ背中から落ちていきました、ピチニーニ1メートル86センチ失敗しました。ピチニーニに続きリニエリも失敗、日本のライバルイタリアここで全滅、これも失敗です、イタリアチーム終わってしまった。でもいい経験しました。このバレーボールを引退したら飛び箱の選手でもなりましょう。わずかに恐怖心との戦いの表情となった。さあユミル・カルイザどうだ、これも高い、これも高い、世界最強軍団キューバの天才エースルイザ、その身体能力の高さは圧倒的。さあコインブラ11段はどうだ、これも綺麗だ、ロイター版が大きな音を立てました。さあコインブラ11段はどうだ、これも綺麗だ、これも綺麗だ、飛んだ飛んだ飛んだ、ロイター版が大きな音を立てました。アマーラすごいすごい貪欲ですよブラジル、さあ笑顔で登場はブラジルのレイラ・バロス28歳です。ブラジルバレー界のスーパーヒロイン、コート縦横無尽に走り回る、闘志を前面に出す選手。さあバロスどうだ、バロスおっとぶつかった、どうだおっとぶつかった、どうだバロスおっとぶつかった、ぶったメーデ1メートル86センチ11段、失敗です。歯を食いしばってブラジルついにスーパーエースのバロスも脱落、自らの身長を7センチ上回る1メートル86センチ、11段はクリアならず。ながら失敗です。でもエリカがいますから、エリカに日本の拾いまくるスーパーリベロつくもひろこの登場です。11段に挑みます1メートル86センチ、360度の守備範囲、
世界一のリベロです。ワールドカップのベストレシーバー賞、さあつくもどうだ、いったー、頑張れ、ワールドカップのベストレシーバー賞、さあつくもどうだ、いったー、このベストレシーバー賞、さあつくもどうだ、いったー、これもつくもがロイターワンを見事に使った、笑顔がはち切れました、これもつくもがロイターワンを見事に使った、笑顔がはち切れました。キューバのルイザとベル、ブラジルのコインブラに続き4人目の11段クリア。つくもどこまで記録を伸ばしてくるか。そして最後に音楽が登場。イクミン・オーバーの3人衆は後ろにすでに脱落しています。参加選手の中では最も身長が低い1メートル73センチの大掛け、持ち前のバレで13センチのギャップを克服することができるか。さあモンスターボックス、どうだ、大掛け、あっと乗り上げた、乗り上げてしまった、失敗、大掛け郁美、あーロイターワンかなり手前だった、ロイターワン足を揃えて跳躍することができませんでした。大掛け頑張れ。全てはね、最長老の長老に最後つけるよな。あ、そうか。いよいよ12段、1メートル96センチ。この高さに挑むのは4人。キューバの天才エースルイザとキャプテンのベル。ブラジル期待の新星19歳のコインブラ。そして世界ナンバーワンリベロ、日本のつくも。ルイス2世、21歳の若きエース、98年の世界選手権で大きな舞台にデビューしました。さあルイザどうだ、12段、1メートル96、クリア、クリアしました、ルイザ見事にクリアです。1メートル96センチ、さすがにここまで高さの違いを見せつけてきたこのルイザ、リーダーであるレグラベル、どうだ、ルイザに続いていけるか、ぶつかってしまったか、どうでしょう、どうでしょうか、これは審議の今赤いランプが灯った、1回目の試技は失敗、エリカ・コインブラです。98年の世界選手権は第4位、そして先のワールドカップでは3位に入りましたブラジル。さあコインブラどうだ、ガッツポーズ、3位に入りましたブラジル、さあコインブラどうだ、さあこの横から高さがあります、高さがあります、エリカ・コインブラ19歳、この表情、全ての勢力を今一点に集中させて、そしてこの褐色の巨頭をねじ伏せていきました。つくもが今静かにモンスターボックスの頂点を見据えました。さあ助走する、つくもいけるか、 1m96、 乗り上げてしまいました、怖かったか、怖がっちゃダメだって、あ、そうだね。さあキャプテンベル2度目の跳躍、どうだ、ぶつかった、ぶつかった、この時点でレグラベルは失格、記録11段。他の誰よりも強くしっかりとロイター板を踏み込んでいるつくも、敵はただ一つ、自分の中にある恐怖心のみ。ということになりました、ヒロコ、ヒロマルが見つめております。さあ日本の期待、日本では唯一現在残っているつくもヒロコがこれから挑んでいきます。世界一のレシーバー、ここで次へのチャンスを拾い上げることはできるか。